こんにちは。えそっかじとの久保です。えー、今回はですね、地球視点から地球上にいる生命の都合不都合を考えてみようかと思うんですよね。えー、まず基本的に地球っていうのを一つの私たちの住む母体だとしたら、地球が自分の環境を壊すものをなぜ自ら生み出すんでしょうかってことなんですよね。まあ、放射能とかプロトニウム、それから森林伐採、食物連鎖、ざま考えたときに、 結局すべて地球の一部であり地球を構成するのに必要だからあると言えるんですよねただ私たち人類のように人間の一生が100年弱で終わってしまうようなそういう短い視点短期的な視点で考えると動物が増えすぎちゃってやばいなとか減りすぎちゃってやばいなとかねで海の水位が上昇してわあ温暖化だとかねで水位がちょっと下降したらあなんか寒冷化が来てるぞみたいなことを言いますけども 地球というね、今まで45億年ですか、そういった長い歴史から見ると、ほんの、この、あれですね、誤差でしかないんですよね、きっとね。地球ってものは今までもっともっと多くの人間から見ると危機に見舞われてきて、二酸化炭素がほとんど地表を覆っていた時代から、それから荒れ狂るう嵐の時代もありましたし、生物なんてとてもね、えー 地球上に存在できないような、そんな黎明期もあったでしょで生物がいろいろ生まれましたけども、結局は短期間で恐竜などね、絶滅してみたりとか。地球に適さないなと思ったら、植物連鎖や大気循環の中で自動的にまあ、淘汰されていく運命にあるんでしょうね、きっと。だからそこに対して人間がいくらやりすぎたところで、いくらおとなしくしたところで、あんまり変わらないのかなと思いますし、 あのいくつかのお例で、えー、説を申し上げますと人間ってものがある程度の支配力や破壊行動をするからあ悪意を持ったねほ、えー、の生命体が繁殖できないっていうそういったあまあ兼ね合いもあるそうなんですよ。まあ、それからね人間や生物にとってものすごく有害な放射線ってものがあります。今原発で、ねえー、事故も起きてると思いますし そういった放射線の処理とかも頭が痛い問題です半減期っていうのがね10万年とか20万年とか言われてるものもあったり汚染水海洋放出とかありますけどもさあでもその放射線や放射能ってのはどっから来るんでしょうか間違いなく地球自身が生み出したものですよね地球の地下深くマントル核そういったあ溶岩のドロドロとね動いている地球の中心核の方に行くとまさにそこには 核融合が起きてるわけですさまざまな放射線が大気に向かって放出されていると。でもその放射線っていうものがあることによってある有害な別のもっと最悪な物質が放射線によって中和されて人間や他の生物をいい感じで生きながらえしてるっていう例もあるんですよね。えー、例えばねこれを別の見方で言うと海の水です。海の水が あ、たいですね。凍ってないわけですよ。温度があるわけですよね。まあ、それが、あ、四度,度なのか、五度なのか、七度なのか、八度なのか。それは、まあ、いろんなところで変わってくると思います。赤道直下や。極点とかで違ってくると思いますけども。違うことによって対流が起きて。その対流によってね。海流が起きて、その海流に乗って。魚たちがふわふわと動いて。そのふわふわと動く魚を、今度は能動的に追っかける巨大魚がいて。 っていう風な流れが海を作ってますよねでも海の温度が今度ね15度だったらどうでしょうか30度だったらどうでしょうかちょっと暖かい温泉みたいなもんですそれから70度80度だったらどうでしょうかってことを考えると海の中で生存できる生物は甲殻類が中心になるんじゃないかなっていうふうな研究もあるんですよね。そう考えていくといろんなバランスを持ってその時代その時代を 育んでいるのが地球というね、偉大なな存在なのかなとで私たち人類が何でね地球の創生からいなかったのか45年前から行か,かなかったのか45億年前からいなかったのかというとさまざまな要因でまだ私たちの生物としてのね、個体が生み出すその構成要素が育ってなかったところもありますけどもいきなり宇宙人が45億年前の地球に住み込もうったってそれは無理だと思うんですよ。気気温のの問題、大気のバランス、様々な。 地球環境によって暮らせなかったと思うんですよまあ、ですので人間が今生きてられるのも本当にね奇跡のような瞬間なのかもしれないですねこれから人間がどう頑張ろうとも地球という大きな流れの変化の中でどう科学を駆使しても地球環境の変化には追いついていけないそれこそ人類の影響によってこの生態系が破壊されるなんてそんな大それたことはもしかしたらないのかもしれません 実は CO2 によって地球環境が破壊されているという、これね、明確なデータ根拠はないんですよね。ただ、そういうことにしたら経済が動くからということで、方便でやってるだけなんですよ。実際にオゾンホールの問題が30年前ほど前にありました。あのフロンガスがオゾンホールを破壊して、そこから紫外線が降り注いでね、えー、人間を焼き尽くす、有害な 皮膚がんを巻き起こすというふうに言われてましたけども決定的な打開策がないままそのままオゾンホールは空きっぱなしでもあるんですけどもそもそもオゾンホールは瞬間的には空くけども地球の治癒能力によって勝手に埋まっていってるというねつまりは瞬間的にオゾンホールができたところを切り取って写真を撮ってプロパガンダに使って煽ることによってじゃあフロンガス使うのやめようねということでね。えー、フロンガスの販売を 抑制する、もしくはフロンに代わる新しい化学物質を販売促進するみたいな流れがあったりなかったりするんでゃなかろうかと思うわけですよね。いずれにしても人間の活動ごときが地球を生かしたり殺したたたりり殺すす。るほどの大それたこことととはでできなないというふうふ、ね、地球に起きる火山一つ止めることもできないし火山一つ誘発することもできませんし人工地震兵器みたいなことを言う人もいますけども実際に地球上で起きてるほとんどの地震は 地球のタイミングで起きてますからね。え、そして地震を止める術も私たちは持っていません。引力を振り切るのにもかなりのエネルギーや年計画のそれでプロジェクトが、が年単位のプロジェクトが必要だったりね、優秀な頭脳が必要だったりとまだ一部の人しか行けないわけですよ。だから全然ね地球にはかなわないんじゃないかなというふうに思うときに動物愛護団体の活動は無駄とは言いませんし、やりたければやればいいんですけども。 でも動物愛護団体がきっちりと活動したところで地球の意思には逆,らえないのかなと逆に言うとですね地球が絶滅さそうとしている積極的にこの種族はない方が全体のバランスとしていいよねっていうふうな形で淘汰しようとしている生物を人間が全くそんな事情も知らずに保護するっていうのは非常におこがましい地球の進行方向に 杭を打つような逆らうような行為ではないかなという考えもあるんですよ。まあ、ですんで仮に人間がですね落下の乱獲をしすぎてじゃあ牛が絶滅しましたとなった時にじゃあ生態系が狂うのかなってことですよね。いや狂ったとして狂った生態系を次の地球のテラファーミングとして全てのバランスはまた整っていくんではないかなと思うんですよ。というのがねある動物の種族が絶滅して生態系が狂って 食物連鎖が足し切られるっていう風な極端な解釈をするとしたら今までに滅んでいった動物たちは何だったのかなってことですよね恐竜だって一気にいなくなったわけですよ恐竜に食われていた捕食生物や捕食動物にとってみたら恐竜というね強敵がいなくなったんで我が家の春を謳歌できるはずなんですけども特に変わらなかったと思いますようん。それこそ小さな誤差の範囲での 変化しかなかかななったのかなと。恐竜が絶滅したところで地球は新しい生命を育んでその生命が地球上にはびこってその生命がはびこったことによってまたどっか別の生物や植物が自分たちのテリトリーを起こされてそして別の地区に移動していってってことを繰り返して生態系はできてるのかなと全てが偶然のような必然なのかなというところですよね。まあ、こういういうに想像すると、 何をやっても無駄とも言いませんけど何をやってもまあ無駄なのかなと思えちゃうところがなかなか面白いところじゃないですか。それでではは本日は以上です。